もどうも、花宮ネクです。今回もライトタワーをやっていくぞ。前回は見事にハッピーエンディングを見て大満足ってところでしたね。この後すぐにバッドエンドとかノーマルエンドを回収するのはするつもりだけど、ワンクッション挟みたい。うつ展開は一生が死ぬってことで、まずはおまけルームを探検してまったりしましょう。あ、なんか裏切られたらしい。グリーンサイさん、美人だよな、やっぱ。へえ、倒した敵の種類に応じて NPC の数が増えるのか。じゃあここにいないやつとかもいるのかな。あ、あからさまにヘル様とかトリッシュさんがいない。そしてゴスコちゃん、お前はマジで強かったよ。本当に序盤の寄り道ボスか。しかしそうか、この辺は隠しボスともちゃんと倒さないとな。上の部屋も何か開かなかったけど、隠しボス倒せば何かあるんだろうな。それじゃあ殿堂入りしたポケモンたちに話しかけてみましょうかね。スリープちゃん、スリープくんだったの。二十歳は超えてそう。私の中での幼女イメージが崩れていく。歩行グラフィックだけで幼女と決めつけて特に調べもしなかったぜ。まあ、じゃあこれからもよろしくな、スリープくんちゃん。ミミコちゃんとブラインドくんは話す機会があったから顔を知ってたが、そっか。闇っちが幸せそうで何よりです、ほんと。なんとなく BGM 変えたけど、重々しすぎるなこれ。お、敵図鑑見れるのか、いいね。読もう読もう。おお、すげえ。今まで倒した敵全員がここにいるのか。ちょっと見てみよう。あ、作者の一言コメントが載ってるタイプだ。こういうのが一番好きなんよ。ブラッドスラグちゃん、物理に毒で反撃は今見ても凶悪なスキルだな。パンイチが魔法を使ってるモーション、珍しすぎる。ドラゴンスレイヤーバージョンは攻撃力が上がってるだけなのね。女の子の腹を殴るのは良くない、それはそう。とこんな感じで無限に見ていけちゃうほどのボリュームがあるんですが、さすがに全部見てたら動画が一生終わらねえ。この先は視聴者がその目で確かめてくれ。踊ってる闇っち、かわいいじゃん。あ、このウルトラマンみたいなの出す予定ではあったんだ。忘れられたけど、こっちは出すのが間に合わなかったやつらね。かわいそうに。見逃しやすい要素のヒントを聞き中。概ね回収したっぽいよな。お、これは知らないぞ。マンドラさんを持った状態でガーディアンアプリ、難易度ノーマルでもう一周する予定はあるんでな。その時に試してみって。お、ヌクリアさんのめでてーは安心するな。え、エピローグあるんか。それは気になる。とにかく入ってみようぜ。いつもの BGM だ。寸劇はもちろん見るぞ。
太一ちゃんに怒られなければやってた可能性が。あ、結局負けたのね。フレームサンサンとブリブリブリザルドに。フレームサンサンの悶絶顔面崩壊見たいな。WWA だ。ルール説明は割愛。もどきならいいのか。通覚とか感情とかあるのかなこいつ。で、この追加ステージの道中はカットだカット。1時間ぐらいかかりました。ウィンドイチちゃんの魔法を40から112になるまで強化。敏捷も1回だけ強化。ヤミッチの HP を50から134まで強化。ストレ、吠えろ、ムチムチになれ。準備は整った。ブリブリ&フレームサンサンに挑戦。見てくださいよ、この予測ダメージを。125ダメージっすよ。巨人の粉を決めたウィンドイチちゃんは無敵だぜ。フレームサンサンは異常に強いものの、ターン終了時に HP が 25% 減っていくので時間をかければ勝てるねんな。あ、ちなみに控えのダクネスさんは味方全員の攻撃 20% アップ防御 40% ダウンってスキルですね。はい、終わり。お疲れさん。激流に身を任せどうかしている。あ、ちょっとした報酬あったのね。ヤミッチの画像を変更。ああ、
闇っちの歩行グラフィックを変えられるだけなのね。なるほどね。まあおまけルームは満喫したし、次回と次次回は別エンドを回収かな。バッドエンド大丈夫かな。気が重いな。といったところで今回はこの辺で。お疲れした。よければフォローやチャンネル登録よろしく。